皆様こんにちは、こんばんは。テルテル百貨店テルカイザーでーす。はい、今日はね、漫画誌の付録レビューになります。で、何を買ってきたかというとね、今回漫画誌はこちら、ヤングガンガンのナンバー09になります。はい、で、関東グラビアがね、菊池ひなさんで、こちらのね、クリアファイルが、ま、ついているという形になります。で、ここにはね、ダブル付録みたいな形では書いてなかったんですけど、さっきちらっとね、中見たら、折り込みのね、ポスターもついていました。なのでね、ちょっと折り込みポスターと中身をね、ちょっとレビューしようかなと思ってます。まあ、いつも言ってる通りね、例えば、電子書籍で買おうと思った時に、無料立ち読みっていうね、機能があるんですけど、まあ、大体無料立ち読みだとね、この関東グラビア、見えない状態になっているんでね、参考のね、動画にならないので、ちょっと私の方でね、開封レビューという形で、中身ね、ペラペラとめくって、まあ、その後のスライドでもね、お見せしますけど、内容とボリュームをね、レビューした方が、皆さんね、電子書籍なのか、まあ、紙面なのかね、どちら買おうかなっていうね、参考になるかなと思ってやっておりますんで、まあ、ぜひぜひね、ご視聴いただければと思っております。はい。じゃあ、ね、早速ね、やっていきたいと思います。まずはね、こちらね、まあ、クリアファイルの前に、こちらの関東グラビアのね、方を紹介していきたいと思います。はい。これめくって、まあ、表紙はね、こんな感じになってます。で、めくっていただくと、はい、こんな感じでね、折り込みがついております。漫画誌のね、約2倍のね、大きさのね、ポスターがついております。じゃあ、こちらね、お見せしていきたいと思います。はい。まずね、折り込みの、ポスターに関しては、まずね、表がこんな感じになっております。はい。で、両面になってまして、裏面がね、はい、こちらになっております。はい、よろしいでしょうか。まあ、こういうね、折り込みのポスターがついておりましたという感じですね。じゃあ次に、紙面の方をね、ご紹介できればと思っております。はい。まずね、1ページ目がこちらになっております。はい、続きましてね、2ページ目です。はい、こんな感じになっております。はい、まあ、この後ね、スライドでもお見せするんでね、ゆっくり見ていただければと思うんですが、はい、続きまして、こちらになっております。はい、で、続きまして、ね、こちらになっております。はい。最後ですかね。最後のページが、ね、ありましたね。はい。最後のページがこちらになっております。よいしょ。はい。最後はこちらになっております。なんかね、直筆サイン入りチェキ&クオカードプレゼントって書いてあるんでね。まあ、欲しい方はね、電子書籍だと多分応募できないので、ね、紙面の方をご購入した方がいいかなと思っております。はい、冒頭のね、関東グラビアについては以上になっております。じゃあ次にね、今回の特別付録です。これビニールにね、包まれておりました。まあ、ちょっとビニールね、光の光線でね、見えにくいと思ったので、出しましたので、こちら紹介していきます。はい、クリアファイルね、こちらの面はこういう絵柄になっております。で、裏面ですね。裏面はこういう柄になっております。はい。これがね、クリアファイルとしてついておりますという感じですね。はい。菊池ひなってこちらね、直筆ですかね。はい。ね、こういうクリアファイルがついておりますといった形になっております。はい。じゃあね、ここでね、スライドをお見せします。はい、ね、
こんな形の今回ね、内容とボリュームの、関東グラビアでした。はい。こんな感じでね、私の方で、ね、皆さんの電子書籍、もしくは紙面をね、通販で買うとき、もしくは書店で買うときのね、事前のね、参考というふうになればと思いまして、まあ、やっておりますんでね、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価お願いいたします。はい、こんな感じでね、いつもね、漫画誌の、レビュー、あとは雑誌の付録レビュー、あとはこういったね、ガンプラのね、つぐみレビューもね、いろいろやっておりますんで、まあ、とにかくレビューやっておりますんでね、皆さんのね、参考チャンネルとなればと思ってやっておりますんで、よろしければね、引き続きご視聴いただければなと思っております。はい、以上となります。今回はヤングガンガン09号の、関東グラビア、菊池ひなさんの、内容と、あとね、閉じ込みのポスターと、あとはクリアファイルのご紹介をさせていただきました。はい、以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバーイ。